お二人お忙しいとは思うんですが、もうぜひとももうあと1試合ぐらい、あと1試合ぐらいお願いします。しょうがないな。カルディーズトンボ。おはようございます。某リザーバーに向かってますが、琵琶湖からだいぶ朝早い。手だ、こっちのカメラも。おはようございます。ベローズフック、はい、来ました。おお、ベローズフック、ベローズフック、で、ベローズフック、ベローズフック普段から使ってくれてるから。そうなんですよ。そうそうそう、ここが長いのがめっちゃ好きで、このシャンクシャンクが長い。そうそう、ね、そうなんですよ。ベローズクローには何番がいいんですか？クローには2番、2番とか、あとこれですね、ブレーディングパイルドライバー1軍です。これに、これの、これは3-0 3-0でいけますよね、これ。うん、まあ3-0でもいけるよ。1-0もあるし、ベローズスティック 4.8。 このセットがやばいんですよね。1-0。おはようございます。おはようございます。来ましたね。はい、ここはですね、なんかいろんな県にまたがってる高山ダムっていうところ。はい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 、はい、京都と三重と奈良かな、うん、あ、3県またいでるんですか。あと神奈川とかにもかかってる。でかすぎ。それはかかってない。それはかかってない。それはかかってないけど、とりあえずここでですね、今日も釣りをしていきます。はい、ただやっぱり、うん、まあ、ただみんなでバラバラ釣りしてもしょうがないんで、うん、チーム決めましょうか。チーム、はいはいはい、チーム、はい、チームを、グッドパーで。あ、昨日のチームとは違うわけです。グッドパーで決めましょうか。はい、グッドパーでやってますよね。グッドパーで分かりましょうじゃないですか。グッドパー、グッパーよね。グッドパーです。嘘、え、え、グッパーっすね。グッパーだよね。あれ、あれ、なんで。でも関西圏だし、関西圏。いやいや、だってそれあれやんか、あの水槽とかで買うやつやろ。グッピーね。グッピー。グッパーのやり方が分からへんもん。いや、グッパーで分かれましょうです。何それ。グッドパーじゃん。それはちゃうよね。やってやってやって。グッパー、あ、でも一緒。え、一緒一緒。ちゃうって言ったやん。一緒やった。一緒やった。そうそう、そうそう。グッドパーなんだ。グッドオッパーで出すね。グッドパーで分かれましょうじゃないですか。全然違う。全然違うじゃん。じゃあ一気流でやっていいよ。あ、いいですか。あの、みんなザップやし。確かに。ザップ、ザップ、ザップ。急にアウェー感が。そうそう、だから一気流で。はい。
合わせますよ。うん、やろう。あ、そういう感じ。ちなみに一木カレンとしては誰と組みたい？あー、いや、昨日はこういう。そうですね。じゃあ、まあまあ、や、運命に任せよう。はい、運命に任せよう。いきますよ。グッとパーで別れましょう。おー、男子対決、あ、男女で戦うってこと？え、でもそうなりましたね。一番予想だね。いいの知らんで。いや、ちょっと待って。本気出すで、今日は。ボコボコにされる？今日は本気出すで。でも、縛りないから、昨日はもう、メロディー、ハゼディーで縛りやったけど、今日縛りないから、もう、知らんで。やばいやばい。知らんで。また、一個だけルール決めましょう。はい、ザップアイテム、今回、まあ、ザップなんで、チームザップなんで、はい、ザップアイテムが必ず、入ってる。入ってる。はい。一個以上。はい。必ず入ってる。はい、はい、ハードルアーにチョベリグ塗るってどうなんでしょうね。あ、それどうなんでしょうね。あら、ちょっと審議どうですかそれ。チェアマン、ありでしょう。いや、ありっすか。ありでしょう。あり、ザップアイテムです。なるほど、そういう使い方もある。1個入ってれば、1個入ってれば、はい、だから投げたものの中にどれか1つザップアイテムが入っていれば OK という、 OK、そういうルールで、はいはい、はい、じゃあ、こういうチーム分けです。うわ、やるしかない。やるしかないですね。チームくん初めて。初めてです。初めてやね、はい、黒いな向こう。黒いな、あれ、そう、いや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 、やばいやばい。どうしましょう。でも結構持ってるから。いや、そうなんですよ。そうなんです。結構持ってるから。もう運だけで成り上がってきた、成り上がって全員勝負。確かに全員運がいい。そういうわけでやっていきましょうか。はい、頑張りましょう。やっていきましょう。はい、1日を通してどっちが釣れるのか。お、はい、はい、はい、ジョイト、おい、どうでいけ。どうしよう、そう、せいなさん、とりあえず水に入るんだもん。スパルタすぎるよ。水に入れって言ってる。手掴みでいきますか。手掴みだな、こりゃ。いきます。やばー、ナイスです。イエーイ。マジ嬉しい。やばい。イエーイ。もう一本。ああ、魚っすか。一気に火がついたけどね、完全に。見てもらいました。しかも一発逃してるのも取れてましたね。取って言ってましたね、でも言葉では。29ですね、今のは。29センチ。でもね、なんでか分かんないですけど、一木がね、全く寄ってこないの。だから、多分ね、チームなんだけど、すごい火ついたと思うの、今ので。一木って呼んでんのに全然来ないの。あの人。ねえ。完全にメラメラしてるよね。チームよ、普通ね。チームです。釣れたらね、わー釣れたよっつってね、こうやってわーって2人でね、カメラにわーってやってほしいのにね、全然あそこで1人で釣れてるからね。ちょっと思ったより遠かったですね。あの人も本気になっちゃう。なったね。そうですね。今のはベイトがチェイスしてた。多分そのいるベイトがハゼディにすごい反応してくるんですよ。ブレードがキラキラしてるから、それもいいのかもしれない。琵琶湖もそうだけどね、なんか仲間みたいな感じで一緒にこう、なんだろう、回遊してる感じで、リトリーブに合わせて後ろスーッてついてきてたから、やっぱりね、その辺は同じ大きさなのととっても似てるのかも、波動が。
から一番釣りであろうし、受けるパターンの両パターンを取って、さらのふくゆうわ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 、ジャグジーみたいになってる、ジャグジーやん、ジャグジーみたいになってる、すげえすげえ、ジャグジーとなんか森の香り的なの入ってますね、多分あの緑が、うわジャグジーや、すげえ、ぶっこんどこ、ここに来るから今から、ぶっこんどこ、あ、マグネットオン、来るよ、マグネットオン、そろそろ来るよ、私はゴミにぶっ込む、ゴミに、深いですか、めっちゃ深い、ここが再下流になるわけですね、でも本当にあのブクブクなんですかねポンプか、でもここだよ釣れるとしたら、そうですね、マジ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 で、グッ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 、わー、いいサイズいいサイズいいサイズ、よっしゃーよっしゃー、すげー、釣れるとしたらここだよって言って、やばくない、やばかったっす今の、やばくない、やばい、釣れるとしたらここだよって言ったよね、私言った、やば、すげえ、やば、いや、すごい、来たわ、来た、来ました姉さん、やばい、しびれ、プルプル、いや、マジで今のは、はい、下でもちょっとフルフッキン借りましたね、今完全に、いや、今のは、うん、借りましたね決まってました、今の、完全に来た、やばやばやばいね、ハードル上がったね、めっちゃバックスライド、あのちゃんとパイルドライバーに PK ツイスターですかね、あ、特殊なやつや、そうです、そうです、なるほど、やば一投で釣りましたよ、移動してきて、やっぱ硬いとこだな、硬いとこ、手織り通りでした、やばい、うわ嬉しい、あー、これはやばいやつや、来たな、よっしゃイエーイパイルドライバーと TK ツイスターでバックスライドしてゲットしました、42センチ、でかい、いいコンディションです。最高。出た。マジで。開いてる。ヤクみたいな出方。ああ。トップで。さっきさ、あーって言ったよね、一回。声出たよね。3回ぐらい出そうだ。なんか言ってんなーって。すごいもんなんか。UFO の。あの。ミステリーサークルみたいになって出たところは正面が